はい、どうもハルチです。今回ですね、キングダムズ&キャッスルズというゲームを久々にやっていきたいと思います。このゲームですね、こういう島に村を作って町、王国へと発展させていく町作りゲームなんですけど、まあ、敵バイキングが攻めてくるので、それを撃退しながらどんどんね町を作っていくゲームで、最近光線っていうアップデートがあったみたいで、戦闘系統がより楽しくなったみたいなんで、そこもね見ていくつつやっていこうと思います。で、昔やった時は英語だったんですけど、まあ、結構前にね日本語にも対応したわけですね。スタンダードモードいきましょう。で、今日イナシアも敵がないので、まあ、これ論外として、ハードか簡単、中間はやっぱないんですね。そうですね、まあ簡単でいこうかな。マップは大で、で種類しまってやると、まあこういう離れた感じになって、陸地だとちっちゃい島たまると思うんだけど、基本的にこうやってねつながってるんで、まあ陸地で行こうかな。あ、これ結構理想かもしれない。ここで行きます。で、名前とね旗ですね。まあこの剣のマグで行きますか。あなたの王国を始めるために天守を建てると、白カテゴリー天守ですね。まあこれが、まあこう本拠地的なものですね。で、軍事ユニットを作って敵を倒すんですけど、弓部隊が増えたみたいで、そういうのもね使ったり、あと城壁があるんですけど、そこに部隊が登れるようになったり、結構変わったみたいで、敵の進行もなんか変わったみたいなので、ちょっとねそこを楽しんでいきたいですね。昔やった時は、まあ、どちらかというとタワーで守るみたいな感じだったんで、あ、ここいいかもしれないな。真ん中に置きたいんで、一応この辺が真ん中っぽいんですけど、そうですね、ここちょっと山が、山というかゴツゴツしてるんで、こっちの広大なとこにしますか。海から来るのでここかな。さあ1年目ですね。で、幸福度っていうのが低いと良くないので、これをねキープしながらやっていくんですけど暇ベッドね。暇は仕事がないやつが4人か。で、火災リスクが高い、まあ、井戸とかがいるというわけですね。木の門、木の壁、小屋がね、5人まで住める建物ですね。まずはね道を敷いて、まあ、仕事ですね。あ、農場もそうか、いるか。畑はですね、まあ、こういう黄色っぽい土地じゃなくて、こういう緑色の場所に置くんで1個しかないですね。ちょっとこれはまだないかな。で、道を作って広げるんで、こっちにやろうか。まあ、不毛の地出ますね。あ、海事、へえ、海系統か。輸送船は今回ではいらないですね。これ島じゃないんで。木とかですね、そう、切るためにこの範囲来てくださいよというマークですね。税率は 0% で、速度ちょっと早めましょうか。まあ、あいつら家ないんで家作りますね。そのために木がいるんで、今行きましたね。で、冬とかは木炭かなとかが必要で、暖をね取ったりするっていうのもあったよね。いや、懐かしいのと同時にめっちゃ変わってますね。2年目ですか。で、小屋も道沿いに作るかな。で、ここちょっと周り開けよう。まずはね人口分の1軒でしょ。で、果樹園っていうのが、まあ、この超えた土地4マスですよね。でやるものだね。
で、まずここの城カテゴリーは一旦無理なんで、まあ食料等を進めていこうか。で、ここね、肥沃の大農園地帯になると思うんで、ここはちょっと開拓しよう。アドバイスとしては井戸ですね。井戸はこれか。あ、石がいりますね。石を取るには採石場、ここなんですけど、まだね、無理なんで道を広げると。こっから行こうかな。極力この色がね、肥沃の土地を残したいと。で、これ非常に肥沃ですね。よし、これで、5人でベッド5ね。仕事の優先順位は特にないと。建築とかをさせないっていうのもできるんだね。まあ、ちょっと家作りますか。まずアドバイザー聞きますか。農場が必要です。王国を成長させ始めましょう。ごきげんよう王様のみ。OK。 軍事はまだ何もないんだね。アドバイザーがね、まあ、適宜そのタイミングに合った提案をしてくれると。で、農場は他にもパンとかありますね。貯水池とか水車もいずれ作りたいな。今のところ水は持ってってるんだよね。風車を作ると隣接している農場の生産を上げると。で、ここにはいい影響がないんで、風車作って囲うみたいな感じだと思うんだよね。あ、ここは届かないか。2つ置けるので、ここっすかね。共に小屋をここ置いていきましょう。で、小屋はですね、もう隣に隣人がいますと幸福度が上がると。やはりね、隣に人がいないっていうのは良くないことですね。で、炭、木炭とかがあるとまた上がったりするし、水がないとなかなか隣人よりね、えげつない問題あるけど、井戸はこれからだよね。今から石取るんで。人いんのかな。さあ、農業は、私たちの食料が少なくなっていますと。知ってますよ。6年目ですね。人口は10人。で、ここで増えるんで。で、食料がないなら、そんな増やせないですよね。で、今、ここに3人。で、ここに4人。まあ、今入ってないですけど、4人で7人。農場1人なんで、計8人必要で、今13人いて、木も切ってるんで、まあまあギリギリじゃないどうだろう。風車作りたいですけどね。こう、先にボーナス的な感じでやっときたいな。お金がいるか。予定地作る、ここ。真ん中だけ開けとけば、こう風車できますからね。で、隣人を考慮すると、まあ、ここ並べていきたいですけど、この辺道作って、ここもね、隣人をつけてあげたいなと思いますね。みんなこの条件なんで65固定なんだよね。さあ、火災のリスクがね、あるまま7年目ですか、行っちゃいましたね。人口15人増やすんで25人まで増えると。畑いっぱい作ったけど、最後切ればいいんで。農業まだ言う。王様、私たちの収穫を蓄えるには道が長すぎると。その中のいくつか冬により台無しになりました。穀物庫への道を改善させる。まあ、倉庫ですね。まあ、季節が変わった時にここにあった食料が多分ダメになるからやれよみたいなことだよね。3、これが8か11、12、16か。なくはないね。
農民たちはまあ今ないかな。だから倉庫と井戸ですね。石まだないんですね。家1軒だけ作りましょう。でここ2マス空いてるんで、コテージってやつが2マスなんですよね。そこで使おうかな。大きさも違うんでね。石って今5個か。仕事の優先順位、これ作った順ですかね。作った順ではないかな。石1位でしょ。石1位、建築士2位、農家、まあ農家が10円3位として、労働者、備蓄庫の労働者1人はどうですかね。運搬を司る人でしょ。運搬ここじゃない。運搬人が増える可能性があるか。まあ1回ここでいいか。余ってるしね。これも切りまくろう。さあここ変色してますけどね。変えているゾーンで、よし来たね。井戸範囲があるんで、この範囲なら大丈夫ですよと。で火事が起きた際、この井戸から水を持っていくので、1個目はちょっと城回りかな。こうですかね。で、倉庫とかもね、置きたいですね。この辺ね、穀物庫。ここがね、何も使えない土地なんで、ここ使いますか。か、ここに置いてコテージでもよかったんですけど、ここちょっと使えないかな。失敗かな。取り壊そう。ここで、ここ家にします。コテージかなんかで使いましょう。まあ、使えるマスが、畑置ける場所置けない場所とかあったり、あと家もね隣接した方がいいので、そういうことも考えつつやっていく必要があるので、ここはね倉庫からコテージか、倉庫かな。これもアクセスは近いですよね。幸福度ちょっと上がったね。井戸だよね。井戸がついたんで、であとこれがつけば全部プラスです。だからここ住居だけで満たせる幸福度は最高になりますね。あれがあれば。で難易度が高いと、これが低くなると、幸福度が低くなると逃げ出すんだよね。コテージ置けちゃうね。なんかでもこれって縦じゃなくてね、横なんですよね、世界観的に言うと。まあちょっとこっち向きかな。超狭い。ここの隙間に入っていくわけですね。この火事ですね。お、小さな村行った。でここの井戸から水を持って行って消火しますよと。で炎症するから燃えちゃってますね。井戸は間の範囲にかかわらず結構その短い。普通にやれちゃったけど大丈夫。で今この場合ここに井戸があれば間に合ったかもしれないと。あと同時に人が水を持ってくんで、人がいないと意味がないんですよね。その際仕事場が近くにあった方がいいんですよね。今上の方に仕事場があるせいでちょっと時間かかっちゃうんですよね。井戸ちょっとここの辺にも作りましょう。そのためにはね開発がいるんですけど、毎回小さな村まで行ったんで、今回ここにしますか。さあ久々にねやりましたけど面白いですね。日本語にも対応していて、まあ、結構その敵との戦闘が難しかった記憶があるんで、その辺だけちょっと心配ですけどね、続けていきたいと思います。